とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、完全攻略やっていこうと思います。今シーズンは、ボスラッシュです。で、あんまり歴が短い人は、ちょっと難しいと感じてると思います。まだ、始めて間もない人とかは。ちょっとボスの戦い方がね、難しかったりするのよ。なので、できるだけ詳しく説明をしていきます。で、途中で、怒りが出るんですよ。怒りが出て、あれを取れば、まあまあ、どこいる？お、そんなとこいた。怒りだとね、最速でクリアができるんだけども、あれはね、ちょっと万人向けじゃないので、今回怒りは使いません。怒りなしで、できるだけ詳しく説明しながらやっていきたいと思います。では1回クリアです。ここでバジーネスト取っていきます。でエンチャントで輝きを入れてください。輝きでだいぶ回復しますもんね。でここホースマンいっぱい出ます。ホースマン出ましたら蜂を出して極力蜂でダメージを与えれるようにしましょう。蜂がいるとねだいぶ楽なので極力蜂で倒してください。でどうしても危なくなったらこの中逃げ込みましょう。この中に行くと、そんなに敵は追ってきませんし倒しやすくなるのでここで逃げ込む。でポーションを回復するとか、蜂のアーティファクトを回復するとかそういう動きをして戦っていくと、安全にいけるかなと思います。ここはそれなりの安全地帯みたいな感じですね。はい、ほんと蜂がねこう活躍しますんでぜひ蜂たちを連れていってください。2回クリア。ここでパワーシェイカーですね。他の武器も強いんだけどもパワーシェイカーだったらば後々まで使えるので、かなりお得です。レッドストーンゴーレムはもうお分かりですね。ぴったりくっついておけば特に問題なく倒せると思います。でこの雑魚敵が結構鬱陶しいので雑魚敵を、先に片付けるなどするとさらにいいですかね。はーい、3回終了。3回はいりません。で商人ですね。パワーシェイカーをあげます。んで輝きは1のままでいいです。2入れちゃダメですね。あとあとエンチャントポイントがボス戦で必要になってきますので、取っておいてください。でレッドストーンの回復、最初からパワーシェイカーを使っていったんですけども、ちょっと雑魚敵がめんどくせえなっていう人は戦いにくいなっていう人は後々までパワーシェイカーを取っておいた方がいいと思います。雑魚敵がね敵のボスの周りに群がっちゃうと動きにくくなるんですよ。で攻撃をもらっちゃいますので、そうなりやすい人はパワーシェイカーを最後まで取っておいて攻撃していくといいですね。OK。終わりー。で、5回クリアでーす。ここはもちろんドラを取りまーす。蜂がちょっと再利用中だな。まあいいか。パワーシェイカーとドラ使って、敵が、炎を吐くギリギリのラインぐらいで戦っていきましょう。OK。輝きがあるのでそれなりのダメージを受けたとしても大丈夫だと思います。いや意外と食らってるな今回。でも蜂がなかったっていうのが結構でかいか。よし、蜂がタンクになってなかったのでちょっとダメージを多く受けちゃいましたね。再利用中になったら、ちょっと入り口で待つとかすれば大丈夫です。
で、英雄取っていきます。で、この英雄にエンチャント入れていきましょう。ビーストバーストの3ですね。これが重要です。で、8は取っておいてください。8。で、HP が半分になった時に、弱点露出しますもんね。その時に8を使うようにしてください。OK。ちょい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 、嫌なやつが残ってるな。 OK、 ちょっと嫌な敵が残っちゃってますね。おい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 、変な場所に吹っ飛ばされた。あ、でもまあまあ大丈夫でしょう。で、できるだけ雑魚は減らしておきたい。うん、こっちにね蜂たちが向かっちゃうのよ。なのでそこ注意してくださいね。なんかあんま良くない。ちょっとこいつは倒させて。めんどくせえ。よし、でそろそろ半分いきます。ドラとかをしっかり残しておいてください。パワーシェイカー使って OK。 おいって、あ、ミスった。完全にミスった。完全にミスった。ボタンミスした。まあ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 、ミスしたとしても全然ドラとパワーシェイカー、これがあればそれなりに早く倒せるので、はい、いいでしょう。いや、完全にミスったな。オッケー。いや、今日なんかやたら食らっちゃうね。危ねえ危ねえ。ちょっといかんよ。はい、でもまあ倒した。いやいやいや、ちょっと雑魚的に苦しめられたね、だいぶ。よし、はい、終わり。まあ、ちょっと時間かかりましたけども、まあそれなりに安全に行ってください。ミスりましたね。何もいりません。ここでね、怒り取ると早いんだけども、ちょっと万人向けじゃないので今回はやめておきます。剣をホークブランドに上げてください。こっちの武器の方がまあ万人向けでしょう。誰でも使いやすいしね。んで輝きを上げてボス戦です。このボスは、戦う場所が重要です。この普通のところで戦うとどうしても戦いにくいのよ。ここのね、橋の上、ここで戦った方がいいです。そうすると本物しか寄ってこないので、よし、本物しかここに入ってこれないので、そこを待ち構えて戦いましょう。 OK、 はい、はい、終わり。ちょっと時間かかりすぎかな。で、あっち側にまだ雑魚が残ってたね。意外と雑魚も多いので、打ち漏らしのないようにいきましょうね。はい、じゃあ、あとは突っ込みましょう。終わり。んで、ここは何もいりません。あ、パワーシェイカーがちょっと使用中だけども、まあまあまあ大丈夫か。蜂を出していきましょう。まあ、基本的にはパワーシェイカーをドラと一緒に使っていく感じで速攻で倒せます。今回のね、タワーで思ったね、よし、ホークブランド強い。うん、今ものすごく基本的な装備ではあるんですけども、
もうこの武器やっぱりいい武器だなーって思う。うん、もともとからクリティカルがついてて、エンチャントが微妙でも十分火力を出すことができて、いや、いいですね。で、ここ弓取っていきましょう。で、ここは落とします。弓を当てて落としちゃいましょう。 OK、 この辺か。落ちたね。痛い痛い痛い。結構ダメージがものすごく痛いので、このステージは注意しましょう。ちょっと逃げんな。よし、 OK。 ほんとこいつらね、痛いのよ。で、特に召喚してくるやつ、あいつは早めに倒しましょう。うん、鼻のね、攻撃が痛い。あー、まあトライデントとかも痛いんですけども、まあ、とにかく注意です。何もいりません。で、エンチャント入れていきましょう。輝きですね。んで、ここのボスはま、できれば矢はたくさん残しておきたいんですけども、交互打ちしていくとそれなりに早く倒せます。まあ、最初はすぐ無敵になってしまうので、交互打ちの意味はないんですけども、まあ、次の、無敵が切れた瞬間とか交互打ちでバーって減らしてあげると結構減りますもんね。うん、でたまにだけども、この2ターン目ぐらいで倒せることもある。いくよ。お、いけるか。あー、なんか若干動きが最後良くなかった。交互打ちは攻撃を一発入れて、弓を打つ、攻撃一発入れて弓を打つ、その繰り返しですね。タイミングがいい感じになるとすごいダメージを与えることができます。うん、攻撃が若干キャンセルされながら当たるんだよね。はい、いや、オッケー。12回終了。んで、ここ何もいりません。あれ、なんだ。影の断片。使いたい人は、ここでランタンを取っていきましょう。うん、ここでソウルを貯めていかないと、影の断片取った時に使えないんだよね。そこちょっと注意です。あ、危ない、忘れてた。乱射に虚無入れてください。よし、まあ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 、それなりか。いった、危ない、いった。こいつすっげえ火力高いんで注意してくださいね。マジ火力高いから、このビーム、アホみたいにダメージ食らうから。 OK、 あ、でも、もう終わりですね。痛い痛い痛い。よいしょ。まあ、基本的に攻撃はドラを当ててパワーシェイカー。まあ、そんな感じです。はい、何もいりません。ちょっとパワーシェイカー回復させたいな。パワーシェイカーを若干回復させたい。で、エンチャントですけども、虚無を上げてもいい。で、もしくは、ヘルスシナジーとか、意外と回復するので、俺はおすすめするね。ヘルスシナジー。意外と回復します。OK。では、行きましょう。まあ、特にここは問題ないと思います。矢はね、あんまりここは気にしない方がいいです。めちゃくちゃダメージ受けてしまうので、矢を気にせずに極力早く倒せるような感じでいきましょう。 OK。 で、この振り下ろし絶対食らわないようにね。結構これ攻撃範囲広いので、当たらないだろうって思うような場所からも全然食らいますんで、注意してやってください。 OK、 まあまあまあいいんじゃないですか。
で雑魚処理、これかなり重要ね。雑魚処理はすごくめんどくさいやつなので重要です。早めに倒すようにしてください。 OK。 でチャンスがあったらばもう一気にドラとパワーシェイカーをつけて攻め込む。よし OK。 でできればね矢はある程度残しておきたいのよ、うん、でも残しすぎてやられちゃったじゃちょっと話にならないので、まあそれなりに使っていってください。でもってここで登山装備ですね、これに変えていきます。耐久力はないんだけどもポーションバリア、あれが強いんですよ。あれが結構必要になるので、ここで変えていきましょう。でホークブランドを上げまーす。フォーク上げんでもって、エンチャント入れますね。ポーションバリアです。で防護か霊気なんですけども、個人的には防護の方がいいと思います。うん、軽減がないからこの装備きついんですよ。でここ、ボスが出てくる場所っていうのは決まってます。ここですね。もうここに最初から待機してボスが降りてくるここでボスを降りさせないようにします。そうすると、ノーダメで勝つことができますので、もうボスが姿を現す前にやっちゃってください。 OK。 でここも結構矢を使わないと厳しい時があるので、まあそこまで節約せずにガシガシいってください。はい、この16階17階がね結構厳しいよっていう人まあ多いかもしれません。うん、ここ意外と厳しいのよ。で17階ね、ここも結構厳しめなので、ノビがここに出ます。まあ、出たらもう我慢せずにオッケー使っていってください。ポーションバリアをもう我慢しない、もうガシガシいった方がいい。オッケー。あ、でも今回意外と使わずにいけるね。うん、使わずに、ああまあまあ、うん、食らうね食らうな。オッケー。あんま我慢しないようにね、我慢しすぎて、よし、死んじゃったら意味がないので、よし OK。 で輝きがね、このパワー99のやつだと結構回復するんで、危なくなったら近接でいくといいです。意外と回復します。で17回、まあ16、17抜ければまあ一安心ですかね。まあまだテンペストいるんですけどね、テンペストいるんだけども、はい。でここでバーストクロスボウです。でも戦い方はもうほんとオーソドックスな感じで徐々に減らしていきます。 OK。 よっしゃー、とにかくダメに注意して安全に戦っていきましょう。あ、いった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 ダメージほっといたいからね。うんうん、ほんと輝きあれだね、2割ぐらい、2割はいかんか、1割以上は回復するんで、かなりやっぱり痛い。よし、で HP 減ってても、ここで輝きでガシガシ回復してくれるので大丈夫です。で発動しねえな、あー若干した。発動させたい時にはパワーシェイカーとか使わずにいけばいいですね。はい、よいしょ、ケイン、いいんじゃない。
よし、それでは。まあ時間はかかるよ。うん、怒りで2パンでいけばもっと簡単なんですけども、うん、やはりちょっと難しいのよね。はい。んでもって、18回の報酬は何もいりません。いきまーす。エンチャント入れるの忘れてた。虚無とテンポセフトぐらい入れといてください。それでいいです。もしくは防護を3まで入れるといいですね。 OK。 でここは特に問題ないです。ボスもエンダーマンなので、まあ、そんな強いやつじゃないんでね。よし、ドラとパワーシェイカー使って、まあ、ガシガシいって OK です。 OK。 もう一気に回復するね。よっしゃ、危なかった。若干危なかったな。でもこれにはポーションバリアがついてるので、まあ大丈夫だと思います。おいおい、終わりか。はい、19回終了です。でここでね、森の矢筒取っていってください。蜂と交換ですね。これで OK です。でこう結構ボス痛いんですよ。痛いので、このね、浮き上がる床にうまいこと乗せちゃうと、あのワンパンで倒せるっていう落下ダメージか、なんかそういう裏技みたいなのがあるんですけども、狙うのはなかなか難しいので、まあ普通にいっちゃいましょう。 OK 来い。無理か。あー、ちょっといけてないな。でこうこっちをね、なんか指さした後は、よしよし、自分の間近に現れて、痛い攻撃をしてくるっていうやつなので、あれは結構危ないサインなので見逃さないようにしてください。OK。 あー、固まらないで。はい、ここも意外と難しいです。20回注意してください。で最後の最後、英雄に変えていきましょう。まあ、ポーションバリアないんですけども、普通に防御力が高くて使いやすいと思います。でエンチャントですけども、最後の叫び、そして霊気を入れておけばいいです。で残りは、まあ、適当に何か入れてください。まあ、最終的にはね、この英雄とフォークブランドで戦うとなんかかっこよくて気持ちいいですね。はい、ロー、しゃ、 OK。 やっぱ霊気がね効いてるとね、戦いやすいよね。よっしゃ、 OK。めちゃくちゃいい感じ。よし、ここもね、怒りでいくと早いんですよ。でも何度も言いますけども、万人向けじゃない、もう誰でもクリアできるようなね、攻略を今回はやっていきます。 OK。OKOK。 やっぱりいいね、この装備。火力はまあね、こんな感じですけども、そこそこ、まあまあかなり強いっちゃ強い方なんですけどね。見た目もいいし、何して使いやすい、それが一番。もう固まるな。最後ちょっとダムが出てきてからまとめていきます。まとめてね、パワーシェイカーの爆発が、あ、うわ、ちょっと待って。最後の最後ミスった。最後の最後ミスっちゃったよ。すいません。
よし、これでおしまいです。いや最後ミスった、油断した。まあ油断せず言ってください。今シーズン本当ねちょっと難しいんで。ん、お3が出てるってことはなかなかチャンスだぞ。きょおお骨の弓のきょ、うん、虚無さんは、うん、悪くはないけども、不気味なゴーディアン、まあ、すでに持ってますけども、いやこれ稲妻フォーカスだろうなーか、無謀か。あ、リサイクル珍しい。こっちにしときます。はい、ということでまたやっていきます。結構よろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。